えー、2016年に発表された論文なんですけれども、風車騒音と不眠症のリスクが全国規模で1079名を対象にして調査された論文です。でこれがは41デシベル以上のグループで優位にリスクが上昇している4倍、5倍になっていると。まあ、こういうことを考えると、まあ、もちろん、もちろんとか、風車騒音によって健康影響が生じるというのは、もうどちらかというと明らか。 ななのではないか風力発電所の風車ではよく超低周波音が悪さをしているという話が話題に出るんですけれども、<laughs> 聞こえる音も確かに出ているんです。実際にじゃあそれをたくさんの風力発電所で測ってみようじゃないかと。で同時に、えー 人体に何か影響を及ぼすとすれば、えー、睡眠影響が一番影響出やすいだろうと、まあ、それを調べようと、えー、そういうことを考えました、えー。一方、人への影響の方なんですが、私たちは、まあ、ある程度深刻なものだけを拾うような質問の仕方を開発しました。えー、これは、えー、国際的な精神障害の診断基準の中で、えー、これぐらい、 頻度とか程度が、えー、深刻であれば、えー、不眠と言ってよいだろうというふうな、えー、程度であります。うん、全国に3つの調査チームを編成して、東日本、中日本、西日本と、えー、それぞれ、えー、っと3年くらいに分けてですね、うんえー、風車の周りの住民の方に、えー、方のお家を一軒一軒回って、えー、聞き取りをした結果であります。 で実際に分析してみると、確かに、えー、屋外の騒音レベルが高いところでは、不眠の方が多いと、統計学的に有意に多いということが分かりました。えー、外にですね、えー、風車のような音源があって、シュッシュッシュッ,シュッと規則的に、えー、音を発している場合には、えー、睡眠に影響することがあって当然だろうというふうに考えております。 よく眠れないという状況が、えー、長く続けばあの、何がしかの健康影響がほかにですね、派生してきても、ちっともおかしくないので、うんえー、やっぱりこれは放置して良い状況ではないというふうに私たちは考えています。不眠があるかないか、1か0かのデータですね、はい、1>, 1か0かに分けて、えー、不眠が何倍くらい多いかと。これが今1倍より 明らかに多ければ、まああの、統計学的には有意の違いだと言うんですけれども、5倍であれば十分なんかあるぞというふうに、まあ、一般的には疫学で考えます。規則的、間欠的に発する音っていうのはあの、定常的な音よりも睡眠を妨害しやすいっていうことも分かっていて、同じデシベル値でも、まあ、睡眠に影響しやすいタイプの音だと。 いうことが実は言えるので、うん、睡眠影響は生活影響であって健康影響ではないと言い張る人がいるんですが、私はそれは健康影響の一種だと考えています。環境要因によって十分眠れないと、えー、深刻な不眠があるという状況は、まあ、十分その今の定義にあたる健康が侵害されていると言ってよいだろうと思います。えー、風車による えー、騒音レベルがま高いような場所に人家が存在するというふうなああ、そういう条件で建設すべきではないということですね。列車、えー、の音というのは結構目立ちますので、えー、やはりの立地条件としてまあ十分人家から距離を取ると、えー、規模が大きいものほどそうですけども、ねえー、それを考えるべきだろうと思います。列車、はい、の騒音が睡眠を妨害しているというデータは われわれが得ておりますので、まあ、これから新規に立てる場合には、そういうことを増やさないように、えー、おうちの外で、えーまあ、41デシベル以上、まだ、あ、高いデシベル値にならないような計画を工夫すべきだろうと思います。直接的にっていうのは、その睡眠以外の病気を。 起こしてるとこのデータから時間に言えるかっていうとああ他の病名はつかないよという程度のことであってるじゃあ眠れ,眠れなくても構わないのかっていうと私は問題だと思っています。ですから、はいえー、ちょっとその言い方は正しくないだろうなと思っております。うん、じゃあ実際にある計画があるね。 えー、あった時に、えー、どの程度の範囲まで影響が及ぶ可能性があるのかと、これをあの計算数というのはあの自治体ですとか住民の側には簡単ではありません。えー、そこにまあ立てる位置とか風車の規模とかを変えたらどうなるかっていうことを含めてですね、いろいろシミュレーションをすることがまあ容易になったという点であの非常にあの便利なソフトだというふうに評価しています。 えー、これからあの風車を、えー、建設すべきかよすべきでないかと議論するときにもですねえー、こういうふうなあの客観的なツールを活かしてはい、えー、っていくのがいいんじゃないかと思います。はい、なるほど。